はあ、憂鬱だ、嫌だ。どうされたのですか、マスター。そんなに、ゼルダ様に会わない冒険をするのが嫌なのですか？違うよ、そのことじゃないよ。では、その憂鬱の原因は何ですか？今日は、9月1日なんだよ。はあ。え？わかんない？一年で最も憂鬱な日が。日本のほとんどの学生が、この日は来なければいい、と思っているぐらいだよ。ある人は、夏休みという超大型連休のせいで、生活リズム狂いまくって、突然リズム戻せったって無理だし、ある人は、夏休みの宿題が全然できてなくて、宿題全部片付けるために徹夜しまくって、夏休みだってのに、どっと疲れたりで。9月1日なんていらねえんだよ。って、マスターは年中休みでしょうに。ゼルダの伝説、スカイボードソード、ゆっくり実況、パート32、始まるを。よっこいしょっと。それじゃあ、冒険始めますかって。今回、残念ながらサイレン会なんだよな。怖いって人多いと思うので、サクッと終わらせちゃいます。剣をレリーフの中央に捧げ、新たな試練の世界へと進みください。はぁ、また一人でサイレンか。ファイさんもついてきてほしいなぁ。心配なのでついていきたいですが、試練なので我慢してくださいね、マスター。あ、そうそう。前回のサイレンは、いろいろとエフェクト効果使ったりして、ホラー演出を強調していましたが、今回は、面倒だったのでゲーム本来の映像でお送りします。どれぐらい違うかは、前のサイレンパートをご覧くださいな。マスター、宣伝をつです。マスター利息かっこあら。今なんかはやはり、音もすることができず、マスターの心に直接呼びかけています。そこは、女神様より選ばれし者だけが入ることができる精神の世界、サイレン。その中でもマスターの英知を鍛える二つ目の試練の場所、ネイルのサイレンです。英知って何？剣を鍛えるさらなる炎を探すには、マスターの心のより大きな成長が必要です。ねえ、英知って何？前回でもお話ししたように、精神の世界で攻撃を食らわないよう、精神世界の雫を集めてください。精神の器が満たされた時、マスターの心は成長し、女神様より新たなる力を授かるでしょう。何かファイに質問はございますか？英知って何？イエスマスター。しもべファイは外の世界にて、マスターの帰還をお待ちしています。ご分を。ファイさん、英知って何？あれ、もういないのか。あれ絶対ファイさん意味知らなかったよね。完全に質問クルーだったし、マニュアルをただ読んだだけ、だったのかな。サクッと1個目、ゲットやでー。それと、お気づきの方もいると思いますが、若干、画面サイズが前よりちっちゃくなっちゃいました。Dbooksを更新したらちっちゃくなっちゃった。もしかしたらしばらくはこのサイズかもしれません。最後にもう一つ。次まだ合わせるんだよ。こちとら週1って決めとんじゃい。これ以上更新ペース早めると、私の寝る時間少なくなるだろうが、ヒキニートの睡眠時間をなめんなよ。こちとら12時間寝ないと寝たりねえんだよ。いや、それ寝すぎだから。あれ、なんだファイさん見たんだ。はい、思わず突っ込んでしまいました。それでは、お邪魔しました。待て待て待てー。何ですかマスター、ファイはこれから。マスターが一人でサイレンに挑戦している間に、録画しておいた、新喜劇を見ようと思いまして。がっつり時間かかるがな、全部見るには1時間もかかってまうがな。サイレンなんて10分もかからないよ。え？それはあれか？私一人じゃ元の世界に戻れないから、サイレン終わったら新喜劇に終わるまでしばらく待ってろってか？いえマスター、そこまでは言いませんよ。ちょっとですね。1時間ほどかけて、サイレンをクリアしていただきたいな。と思っているだけですよ。一緒やだな。要するにファイがテレビに終わるまで、お前その辺で時間潰してろってことじゃねえか。は？
いえいえ、決してそのようなことは微塵も思っていませんよ。なんだその間は。今明らかに気づいちゃったよね、気づいたよね。それに今になってもいいじゃねえか、冒険終わってからでも見れるじゃねえか。お言葉ですがマスター、ファイの部屋には、テレビもレコーダーもありません。つまり、マスターの部屋じゃないと見れないのですよ。わかりますね。うん、それがどうしたの？見ればいいがな。こんなのに、よくも抜け抜けとそんなことが言えるな。マスターの生活は寝てるか食べてるかゲームしてるかしかねえじゃねえか。起きてる間は基本テレビを占領しているのですよ。この状況でいつ見ろと？嫌だな、ファイさん。使いたいって言ってくれたら、貸してあげたのに。マスター、忘れたとは言わせませんよ。過去5回、ファイはマスターにテレビとレコーダーの使用許可を申請しましたが、その全てにおいて、何かと理由をつけ、ことごとく却下していったじゃないですか。挙句の果てには、まだ見ていないファイが録画したものを、ご自分の見るアニメを録画するからといって、ハードディスク容量いっぱいだったからって、まだ見ていないファイの録画映像を勝手に消しやがって、それでよくファイに、ドラクエ展開してとかほざけれるなおい。ふぅ、ファイさん。もう9月だというのに、まだ暑い。それなんてごまかせると思ってんのか。ほらほらファイさん、もう全部回収したよ。見つかっとるがな。脳幹脳幹、すぐしずく取ったからオッケー。はぁ、もうサイレン終わってしまいますね。ということは、また見るチャンスを失ったってことですか。大丈夫だって、冒険終わったらちゃんと貸してあげるから。本当ですか？マスター、では期待せず待っています。あ、そうだ。別に私の部屋じゃなくても、ウプ主の部屋で見ればいいかな。はぁ、マスター。ウプ主様は部屋で、動画の編集作業をなされているのですよ。その隣で録画見ていると、邪魔になります。そしてまたなんだかんだ言って、マスターの部屋で見ない流れを作っていますね。もう潔く諦めろや。わかった。クローショット、ゲットしたったでおかえりなさいマスター。そして、約束ですよ。了承しないと精神世界から出さない。おめでとうございます、マスター。マスターは試練を乗り越え、強き心と剣に宿す聖なる炎の在りかへ向かう力を手に入れました。そのクローショットは、女神が残した神器の一つ、鎖のついた鍵爪を打ち出して、的やツタに飛び移ることができます。炎はこの砂漠のどこか、マスターがまだ足を踏み入れていない場所に眠っていると推測できます。それでファイさん、未開の地、どこ？え？ご存知なのでは？前回ラネイル砂漠に来られた時に、トロッコのフラグを立てていたじゃないですか。ですのでそのフラグを回収するのではないのですか？え？そんなのあったっけ？何もわからずトロッコ落としとったんかい。じゃあまあとりあえず、クローショット使ってみてください。多いね、ショートカットできるやん。それでですね、そのまままっすぐ進んでください。これがファイさんの言ってたトロッコだな。それで、落とせばいいの？マスター危険危険、頭上からの攻撃に注意してください。うせぇ。マジかマスター。よくあれをかわしましたね。てっきりファイは、直撃確定だと思っていましたよ。てかよく見るとあれ当たってますよね。岩の破片がめっちゃ当たってましたよね。ファイさんし、そこ突っ込んじゃダメだから。ほらほらダメージゲージ減ってないから大丈夫だよ。そうですか？よく見ると擦り傷があるような。もういいじゃない、かっこよくかわしたんだから。そんなことよりファイさん、あそこに、バカ殿みたいな頭した人がいる。親戚なのかな？流行ってるのかな？やあ、おっちゃん。こんなところに珍しいゴロね。俺はここに住み着いて三流伝説を調査してる見聞というものゴロ。この辺りは一見何もないように見えるゴロか、俺はここに何かあると睨んで調査中ゴロ。あんちゃんの名前は、利息丼ゴロか、難しい名前ゴロね。それで、利息丼は、ここに何をしに来たゴロ？ゼルダタンを、聖なる炎です。聖なる炎を探してる？どこかで聞いたことがあるような、ないような。思い出したゴロ、確かこの先の、ラネイル境に関する古文書に書いてあった気がするゴロ。細かいことは忘れたゴロが、ラネイル境ならそこをまっすぐ行けば、行けるゴロよ。鍵閉まっとるがな。
ダネイル境に行くなら、この鍵を使うといい頃。お前が持っとんのかーい。幸運を祈る頃。よっしゃ、これで進めるぜ。そういや、境とか言ってたけど、本当に沈んだりするのかな？あ、マスターそちらではないです。知ってるし。あれだからね。わざとだからね。ナビゲート役のファイさんが、ちゃんとわかってるかどうか試しただけなんだからね。だから決して間違えたってわけじゃないよ。はいはい、わかっていますよマスター。そこはクローショットじゃないと登れませんよ。いや、違うよ。私最近体力ついてきて、もしかしたら駆け上がれるんじゃね？って思っただけで決して、的が見えなかったわけじゃないんだからね。はいはいマスター。このステージでは的が数多く出てきます。今度は見逃さないよう頑張りましょうね。だから違うんだってファイさん。パート33へ続きます。また見てね。バイバイ。